はい、初の東京女子プロレス参戦そして初の渡辺美羽戦ということでもうワクワクとドキドキと楽しみしかこのシングルはありません渡辺美羽の熱い熱い気持ちを全て全て全て受け切って私がこの試合を制したいと思いますそして皆さんに「兄貴」という言葉を覚えて帰っていただきたいと思いますのでぜひよろしくお願いします